まあ、そのユーモアっていうものを対比させることで、一つ日本でよく持たれているアンネ・フランクのロマンチックなイメージを疑問視する一つの方法につながればと思ったので、あえてこのユーモアっていうのを今回使って描きました。まあ、その血を吐くっていう言葉通り、本当に真摯にこれからも文学に向き合っていきたいと思います。